はい、皆さんこんにちは。今回は最終回、実際にこの iPhone5C を起動してみたいと思います。ではですね、起動する前にですね、アクティベートという作業をしなければいけないんですけども、今回僕が買ったのはドコモ版の iPhone5C です。実は自分は昔から iPhone5 ドコモで使ってまして、こちらですね、 SIM フリー版の iPhone5 なんですけども、こちらの今の契約がですね、まず SP モード、モペラ、アイモード、そして、クロッシーパケ放題ライトですね、という契約になってるんですけども、果たしてその契約でもデータ通信はできるのかどうかも一緒に試していきたいと思います。ドコモの iPhone というとですね、ドコモの、iPhone 専用プランに加入しなきゃいけないとか言われてるんですけども、まあ普通の Android のプランでもできるのかどうか試したいと思います。ではまずこちらですね、 SIM カードを抜きましょう。 iPhone5 の方から SIM カードを抜きます。はい、ドコモの SIM カードです。ではこちら iPhone5C ですね、早速電源入れたいと思います。電源ボタンこちらなんで、こちらを長押ししましょう。はい、起動しました。来ました。iPhone5C から iOS7 になったんで、リンゴマークが違いますね。はい、来ました。iOS7 ですね。こんにちはということで、では設定していきましょう。よいしょ。SIM カードを入れてくださいと書いてありますね。アクティベーションの時に入れちゃいましょう。OK。日本語。SIM カードを入れてください。はい、大丈夫です。後で入れます。国または地域の選択。日本。絵文字はとりあえず入れとくかな。キーボード。Wi-Fi ネットワークの選択ということで、Wi-Fi に入りたいと思います。iPhone をアクティベートしています。SIM を挿入してくださいということで、SIM カードを入れたいと思います。よいしょ。このふにゃふにゃのですね、SIM カードスロットを こちらのドコモの SIM カードを入れましょう。はい、今 SIM なしってなってるんですけども、あ、圏外になりましたね。検索中となって、あ、来ました。2本電波立ちましたね。アクティベートできません。あ、来ました。はい、NTT ドコモって出てます。はい。では、そのまま進めましょう。オンにする。今回新しい iPhone として設定しましょう。スキップ。同意する。パスコード、とりあえず今は追加しません。Siri を使用、送信する。ようこそ iPhone へってことで、さあ始めましょう。はい、来ました。なんか電話が来ましたね。早速。こちらですね。じゃあ今ドコモって、さっきの NTT ドコモと違ってドコモって小文字で出てるんで、ドコモのキャリアバンドルが当たってますね。ということは、情報を見ましょう。はい、 7.0 でした、バージョンは。あとでですね、 7.0.1 が出てるらしいんで、アップデートしていきたいと思います。モバイルデータ通信だ、 NTE 回線をしようと出てるんで、もうクロッシーは使えるみたいですね。はい、今ですね、電波が立ちやすいところに来ました。ドコモの LTE となっております。これでですね、さあ繋がるのか、SP モードで繋がるのか、行きましょう。アップル。来ましたー。ということは SP モードで繋がってる感じですね。一応ホスト名出しましょうか。ちょっと遅いですけども、
はい、SP モードでつながっております。ということでですね、 iPhone5C を、開封していきまして、今回このように使用することができました。もしですね、皆さんも iPhone5C、iPhone5S 試したいんであれば、端末だけ購入してみるのもいいかもしれませんよ。ではまた。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、iOS 7の機能に、iPhone を探すというものをですね、入れると Apple ID と紐付けされて、たとえ初期化してもデバイスが他人には使